私の研究の成果、人類のために破壊され、そう、この世に存在してはならないものだった。ゴジラと同じように、あの怪物が、そして私が死ななければならなかったのだ。だが、一体何の価値があったというのか。私が作ったオキシジェンデストロイヤーは、ただ地球を混沌に陥れたのではないか。私のせいなんだ。大好きであった研究に、そして愛する人々に背を向けた今でも、ゴジラはまだ生きているのだ。いや、ダメだ。飲み込まれちゃダメなんだ。貴様は私の意志を継ぐものではないのだ。貴様なんかに支配されやしない。私は貴様ではない。私がこの世に残すものは本当に貴様だけか。いや、そうはさせない。この終わりなき混沌の循環が永遠に続いては、私にはまだやるべきことがある。この人類に平和を与えられる唯一の手段、自らデストロイヤーになる。